ブくん、これ見て。え、何この怪しい画面。あなたはだんだん犬になる、犬になる。本当に何？あれ、おかしいわね。この催眠アプリ10万円もしたのに。催眠アプリ？男子中学生でも信じないよそれ。調子悪いのかな。どうしたの失恋フラグちゃん。ワン。え、何、どういうこと。キャオーン。犬の真似。もしかして自分で催眠にかかっちゃった感じ。ってことは俺がこうなるかもしれなかったの。こうわ、フレメ反応だ。これ猫がなるやつじゃないの。犬もなるの。そんな臭いかな。ちゃんと10日前に風呂入ったのに。そしてその目は匂いで敵を判別した目か。噛まないで、あっち行って。 あれしつけが行き届いてるの。じゃなくて、お手くるっと回ってワンと投げ、ワンくるっと回ってツーと投げ、ツー。もしかして催眠の力で何でも言うことを聞くように。こいつはいいや。どういう状況。私はモブ君に催眠をかけようとして、もしかして自爆した。さあどんな命令をしようかな。でもこれはこれで何でも言ってね、モブ君。さあ失恋フラグちゃん、ドキドキ。帰って。帰って自分の手を縛っておとなしくをしてて。念入り。もっとこう好きな命令でもいいのよ。これが好きな命令なんだけど。いやいや、こんなせっかくドキドキしてたのに体が勝手に催眠が溶けきってなかったのね。やだ、まだモブ君と遊びたいのに。これで邪魔者はいない。この催眠アプリで巨乳美女たちよ。ってどうせ蹴られるだけか。催眠術なんてそんな都合よく使えるものあるわけないしな。本当に何をしても反応がないですね。彼には催眠をかけているのさ。現実とは違う幸せな世界の夢を見れるようにね。何をしたって現実には帰ってこないさ。なるほど。さあ研究を続けるよ。幸福な世界だけを見た脳のシナプスを覗いてみるんだ。つまり解剖ですね。さあ運ぶよ。はい。私たちのこの世界も全て催眠による夢かもしれない。ハッピーバースデー。12月1日は生存フラグさんのお誕生日です。そこで記念として生存フラグさんの誕生日ボイスを発売しちゃいます。別に買わんでいいぞ。何言ってるんですか。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめん、するよ。ごめんって、フラグちゃん。待て。